はい、というわけで、居酒屋のバスラがあったわけなんですけど、横浜アリーナがね、うん、でベッキーさん、これちょっと行ってきたんですよね。行ったんだよね、新横浜駅まで。ね、動画上がってますけど、僕ちょっとまだ見てないんで、ちょっと一緒に見つつ、そうだね、っていう感じで、あ、すでにこういうエスカレーターとかなんでもないとこからポスターいっぱい貼られてるんだ。あ、そう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 、ここからね、新横浜駅のね、うん、何線だったかな。割とマジで一色って感じだね、本当に。本当それ。駅全体が。え、結構全部撮ってよ、これ。JR のとこも撮ったし。あ、JR の方もあれだったの？そう、あるある。全部動画になってる。しっかり、綺麗に収まってる。写真撮ってる人やっぱいっぱいいるね。いるいる。ファンの人やっぱ多いね。多い多いよ。あ、でかっ。ほんと、これが JR のとこね。はぁ。駅、駅綺麗だろ。駅そんな綺麗だった？あ、綺麗だし、広いし、でかいし。ね。ほんとやばい。これが大きいパネルというか、写真だね。うんうん、これは見たんだよね、なんかね。これもね、撮り方いろいろ考えたんだよね。見やすくなるように、どうしたらいいか。こうやって歩いて。うん、これか、柿原さんですね。うん。あ、やっぱ撮影隊が多いね。ほんと、すごいよ、みんな撮るでしょ。これはビビるわ。ねえ。そう、みんなライブ終わりでめっちゃテンション上がってたよ。あ、この日ライブだった？うん。あ、そうそうなんだ。そうそう。あ、でライブ終わりの人が、そうそうそう。ああ、その人合流したのか。それ以外の人もまあ撮ってると思う。めちゃくちゃみんな若い人もだらけだったよ。まあそうだよね。若いよね、うん、みんなね。はい、というわけで。はい。まあ、コメント欄でもありましたけど、さすが突破のグループですねって、マジでそうなのよ。ほんとそうなのよ。すごすぎ。この後半になるとさ、うん、横浜アリーナの写真が載ってるんだけど、うん、これも人がやばいのよ。こう、あ、その終わりの時にいたから。ああ、みんながこう書いてるじゃん、うん、俺がちょうどこう行きで逆をしてくれそうだから人書き分けながら言ってたよ。なるほどね、うん、そうやっぱだからそうなんだ。その日バッティングしたんだ。ファファンと行ってきた。もうね、あの気分なんだよこれは。もう行くしかない。早いとこ動画上げたいなって思って、うん、そうだね、なかなか行けなくて、うん、もう今日行かなきゃと思って、もう思いつきに近いけどもう行こうと思って行ったら、ちょうど8時ぐらいになって、うん、まあ、ちょうどライブ終わりで重なってきた。人は、人混みがめっちゃ来るのに、俺だけスーッと今からどこ行くんですかそう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 、ライブ終わってますよ。そう、でも横浜アリーナとか人めっちゃ多かったからね、うん、交通整理も行われてた。すぐ近いの、横浜アリーナ駅から。あ、でもね、400m、うん、500m。あ、近いね、うん、あ、じゃあ本当に。あ、でもそのライブ行く人は大体それ、その駅のあれを見てからライブ行くみたいな感じか。それよりは、うん、みんな多分先にライブ行って、うん、終わってから多分じっくり見てる人多い。あ、そう、そんな人いた？ここはその時間で。じゃあ結構いたよ。あ、そうなんだ。はあ、まあ、前半来てないかわからないけど、うん、でも割とあれかも。最後に駅で帰るときにあのパネルも一緒に見よう、写真撮ろう、うん、が多かった気がするけどね。いや、これはね、見るべきだよね、正直。めっちゃ見るべきだよ、ね、よかった、見れて。まあ、そんなこんなで、うん、あ、まあ、バスライブが5日間行われて、うん、はいはいはい、まあ、僕はちょっと配信見なかったんですけど、うんうんうん、まあ、こうセットリスト的なことを話すと、うん、この初日はね、見たかったなっていう、かなり良かった。曲数も33曲プラスアンコール3曲なんで。そんなやったのね。相当多い。しかも、うん、あ、なんていうか、あの、なんだっけ、ランキングみたいなのを取ってたらしくて、おお、知らなかった。ランキングとか、そう、あの、聞きたい曲みたいな、うん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 、これ、いつの間にやってたんだって感じで、僕知らなかったんですけど、あ、やってたんだよ。公式サイトかどこでやってたのかな。やってたんだ。だからそれに沿って、まあ、なんていうかね、まあ、ライブのセットリスト自体を決めていくみたいな感じで。だから、1位から20位まで発表されてて、20位は夜明けまでつながらなくてもいいだったんで、うんうん、まあ、それが最初の曲だったんですけど。はい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 。そこからもうね、割とセットリストはそれに沿ってというか、うんうんうん、感じで、うん、最初なんかセットリストとか見たとき、結構3期生曲の言霊法とかって結構ファン的には聴きたい曲ではあるんですけど、あんまライブでやる曲じゃないんで、あ、そうなんだね。このセットリストを見たとき、あれ、どうしたのと思ったら、こういうランキング取ってたんだっていう。あ、そっかそっか、普段見ないような曲でも入ってたのは、うん、そうそう、ランキング取ってたから、うん、
でもね、大体は他は大体ね、結構定番曲が多いかな。うんうんうん、大体シングルに入った曲でも日常とかはやっぱりファンは多いと思うし、ライブでもよくある曲なんで。で、5位があれなの。ミッキーさんが去年一番好きだった。僕が手を叩く声が5位なの。おー、すごい。やっぱ、いい曲だよね。やっぱ人気なんだねと思って。めちゃめちゃ人気なの。すごいわ。で、5位が、元気出るよね。5位が僕が手を叩く声。4位が愛し。おー。で、3位が帰り道。おー。2位がありがちな恋愛で、1位がきっかけでした。やっぱこのね、きっかけありがちな恋愛強いのよ。あ、そうなんだ。やっぱアルバムのリード曲は毎回すごい良い曲だからねっていうのもあったりしつつ、まあそんなセットリストだったんで、やっぱ曲的にはすごい、これすごいよ、このやっぱ初日のセットリストさすがアンケート取っただけある。いや、これだからファンはみんな行きたかったライブなんじゃないか。いやーね、そうだよね。でもそんな中でもここ最近の曲のカップリングみたいなのが入ってて、おお、最近の、まあ好きになってみたとか、あ、はい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 、とか、あと僕がかなり好きなパッションフルーツの食べ方、あれね、これ聞きたかったのよマジで。これ やんのかいって思ったよね正直。あれやるんだ、珍しいな。とかあとは戦闘ラプソディーとかもやったし、おーおーおー、アマイビーとかもライブすごい。いやだから結構聞けたのね5日間。いやここ最近の曲とやっぱランキングの上位曲を俺混ぜながらって感じで、すごい、これは嬉しいよねっていう。何日目に行った人が多いのかな。どうだろうね。いやほら初日は全体ライブで、うん、あとは5期4期3期のライブで、2、3、4日目。で、最終日は真夏さんの卒業コンサートなんで。そうなんだ。あ、やっぱ5期生曲自体がやっぱすごい盛り上がる曲が多いから、うん、なんだっけ、バンドエイドとか、あ、はいはいはい、17分間とか、うん、やっぱそれに合ったセットリストだなっていう、かなり盛り上げる、本当アイドルのセットリストとか。はいはいはい。って感じ。でも途中カバーもあったりとかしてね、ファーストラブのカバーがあったりとか。ストーリー。歌が光るの？そうそう。愛のストーリー。そうそう。すごい。多分これはほら最近ほら番組やってるから、あ、そうか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 、まあ、その流れを組んでって感じで。へえ。まあ印象的なこととしてやっぱり、秋元さんが卒業されて梅沢さんがキャプテンに就任が発表されたわけなんですけど、うん、やっぱこのライブのハイライト的なことを言うと、うん、この3期生ライブの時に最後の曲が終わって、多分さよならみたいな時に、はいはい、多分山下さんがスタッフのところに確認しに行って、ちょっともう1曲やりたいんですけどいいですかみたいな。えしまってくれたの。そう、それで実際 OK 入れて最後の無曲やりますみたいな、すごい感じになったらしいんですけど、めっちゃ喜びじゃん、歓喜じゃん。いやそうなのよ、いやこれだからそれでやっぱ3期生、多分もう1、2期生が抜けて、まあ、3期生がトップになるわけなんですけど、うん、やっぱそんだけほらさ、もう一曲やりたいなと思ってもさ、なかなか難しいと思って、いや言わないじゃん。まあ、その会場の関係もあったりとか、うん、お客さんの関係もあったりとか、いろいろ考えちゃう、ね、いろいろ考えちゃうからやってるけど、しかないよね。すごい、ちゃんとその場ですぐ言いに行けるっていう、すごいね、この即断即決だね。そうそう、でそういう状況もちゃんと把握しつつ、梅沢さんがちゃんと、まあ簡単にね、簡潔にこう伝えてみたいな、おお、まあ、で一番盛り上がる形にするみたいな、すごい素晴らしいなと思って、ファンの心をグッとつかむね。3期生すごい、だからもう心配ないんだなと思って、本当にこんだけやっぱ危険の生き方と思い切れるよさ、はいはいはい、だそうなった上でやっぱ3番目の風ってすごいいい曲だなと思うんですね。初っ端からウォーで盛り上がるんで、だこうなった時に逆に4期生5期生の曲、5期生は17分間とかそうかもしれないけど、4期生から初っ端から頭からぶち上がっていく曲みたいな、まあ、ジャンピングジョーガーフラッシュがあるといえど、うん、やっぱ最初からファンを煽っていけるような曲ってこの3番目の風すごいぴったりだなと思ったんですよ。いやだからそういうの見てね、うわいいなと思ってて、やっぱ乃木坂まだまだこっからだって思わせてくれるような出来事だったなって。そうね、うん、一旦人ぜひコメントで感想を教えてください。はい、てるわけで、うん、こんな感じですかね。まあ、ミキさん言ってくれてありがとうございましたって。いえいえ、いや見た人もねこの動画見て、うん、なんかね感想あったらぜひ教えてください。はい、はい、てるわけでありがとうございました。ありがとうございます。